おやすみ旬と日本語みなさんこんばんは日本語教師の旬ですみなさん今日はどんな一日でしたか皆さんの週末はどうでしたかそうですね えー、最近はちょっと大変でしたねまあ彼女の家族は犬を飼っていますその犬の名前はロロですかわいい名前ですよね白いトイプードルです でもこの犬は元気じゃないです一人で何もできませんたぶんいろいろな病気がありますだから毎日私たちはこの犬の面倒を見なければいけませんでした 犬が起きている時はずっとこの犬を見ていなければいけませんでしたから家にずっといなければいけませんでした家の中にいてもずっと家の中でこの犬を注意して見ていなければいけませんでした 犬が苦しんでいるのを毎日見るのも本当につらかったですね。そうですね、えー、チリに来て、毎日ほとんど犬の面倒しか見ていませんでした。だから、あまりジムにも行けなくて、 仕事もできませんでした犬が寝ているときはもう疲れていつも休んでいましたなんか私は子供がいませんけど子供の面倒を見るのも同じような感じなのかなと思いました 彼女と彼女の家族と比べて、まあ、私はこの犬を少ししか知りませんが毎日この犬の面倒を見て犬の気持ちがわかるようになりましたでもロロは先日死んでしまいました はい、悲しかったです、まあ、実は私がニュージーランドに住んでいる時に私の犬も死んでしまいました、はい、なんか同じ気持ちですもちろん彼女と彼女の家族はもっと悲しかったと思います みんな泣いていました、うん、でもロロは本当に苦しんでいましたから、うんまあ、今は天国に行けたと思います、えー、庭にロロの墓を作りました彼女のお母さんは特に ずっと泣いていました。はい。まあ一番ロロと時間を過ごしていましたからね。今は毎晩庭でロロの墓を見ながら彼女と彼女の家族とお酒を飲んでいます。 彼女のお母さんは今でも毎朝ロロの面倒を見なきゃいけないと思って起きていると言っていましたはいそうですよね今までずっとロロと一緒に生活していましたからまあ生活スタイルもこれから 大きく変わると思いますはい、えー、この変化は大きいですよね私のペットじゃないですけど本当に悲しかったです皆さんもペットを飼っている人がいると思いますどうですかペットは 家族ですからねはい、うんまあ、今日はちょっと悲しいエピソードでしたね、はい、では皆さんまた次のエピソードで会いましょうじゃあゆっくり休んでくださいおやすみ Tonight's words and phrases Cow to have a pet 面倒を見る to look after. 注意する to be careful. 苦しむ to suffer. つらい painful. 天国 heaven 墓 grave henka change thank you so much for listening if you like this channel please be sure to hit the subscribe button before you fall asleep so you will not miss my new episodes if you would like to listen and practice i have a transcript on my patreon page the link is in the description there you will be able to find the transcript for my other podcast japanese with shun as well Thank you so much for your support and have a great night. Oasmi.